ニコライトリークは、エストニアのモダニズムの画家、版画家である。タリンの中流の家族の出身で、地元の学校で学んだ後、サンクトペテルブルクの工芸学校に入学した。1905年に、学生ストライキに参加したため、退学となり、タリンに戻り、画家アンツ・ライクマーの個人学校で学んだ。この頃、エストニアの画家、コンラート・メギア、 タッサとフィンランドのオーランド諸島を旅し、ヘルシンキでフィンランド芸術協会の運営する絵画教室で学んだ。1906年に裕福な工場主の娘と結婚した。パリに移り、1908年までフランスに滞在し、アカデミー・コラロシ、アカデミー・ジュリアンやエコール・デ・ボザールなどで学んだ。1908年にはサンクト・ペテルブルクに戻り、 ニコライ料理譜の授業に参加した。1910年までロシアとタルツを行き来し、エストニアの雑誌の表紙絵なども描いた。デンマークやドイツを旅した後、1913年から本格的にエストニアでの活動を始めた。タリンで美術教師として働いた後、1916年にエストニア美術協会の役員に就任し、ロシアからエストニアが独立した後、 エストニア教育省の美術部門の部長に任じられ、1921年に新たにタルトゥに設立された美術学校パラスで教え始め、1926年までタルトゥで商業美術を教えた。1928年にタリンでの仕事に戻った。画家としては肖像画作品などの評価が高い。ソ連による バルト諸国占領の後の1940年に引退し、その年タリンで死去した。ありがとうございます。